梅雨明けした県内は沿岸部を中心に強い日差しが照りつけています。今日からオープンした石巻市雄勝町の荒浜海水浴場には多くの家族連れが訪れました。荒浜海水浴場は遠浅で白い砂浜が特徴です。震災後、防潮堤を整備するなどして13年ぶりの再開となりました。楽しい！やめん！綺麗になって整備されたので、なんか復興に近づいている感じもあってすごくいいなと思いました。荒浜海水浴場は来月20日まで開設されます。